皆さんこんにちは。根本整体&ストレッチスタジオの根本です。このビデオでは弊社の方で最近フィジカル遺伝子サービスという新しいカウンセリングツールを使ったパーソナルトレーニングを始めましたのでご紹介になります。これがフィジカル遺伝子サービスのレポートです。口の粘膜を1分ぐらいコロコロ取り、研究している会社に送ることで、こういった20ページぐらいの冊子が送られてきます。これをもとに私がカウンセリングしていくわけですが、どういったことがわかるのかということを今日は簡単にお話していきたいと思います。こういった形でですね、まず痩せたい方、また筋肉をつけたい方、そういった方にはですね、自分がどういった体質なのかということで、糖質制限がダイエットがありますが、糖質制限をですね、してもあまり効果がないというデータが出たり、筋肉がつきづらい方はタンパク質を多く取ったり、食事の順番もですね、変えてタンパク質を先に摂取した方が、筋肉の方がつきやすかったり、今回のこちらの方でですね、白い筋肉と赤い筋肉の割合、瞬発力型か持久力型かということも分かってしまいます。そうすることで自分に向いているスポーツが何なのか、今やっているスポーツの中で DNA 遺伝子の的にはどういった結果で、それを補うためにどういったトレーニングをしなければいけないのかということを、私の方でパーソナルトレーニングやカウンセリングでですね、皆さんにご提案することができます。今までにそういった、白い筋肉か赤い筋肉かということで、瞬発力か持久力かということを日本では調べることが禁止されていました。陰でそういったことを、早い段階で調べてですね、子どもの時から適性をですね、合ったスポーツを行ったりしていましたが、日本ではバイオプシーといって筋繊維を取り出して、痛いようなですね、筋繊維を取り出すようなことを行って調べるというのが禁止されていましたので、長い間そういったことができませんでした。今回のフィジカル遺伝子サービスは0歳からですね、もう口の粘膜を取ってすぐに1ヶ月も経たないで分かってしまうということが画期的だと思います。他にもですね、今回のこのレポートはですね、大手の皆さんが誰でも知っている超一流の企業のですね、産業医の先生が監修に入っていたり、あと管理栄養士の方、そういった方がですね、どういった順番で食べたらいいのかとか、サプリメントもですね、これはオプションになりますが、自分に合ったサプリメントをまた処方してもらうサービスがあったりということで、先ほどお話した痩せたい方、筋肉をつけたり瞬発力をつけたい、そういった自分の競技は何が向いているかということを知りたい方、そういった方にはですね、今までない情報が得られ、そして弊社においてパーソナルトレーニング、整体などのコンディショニングも交えてですね、皆さんにご提案すると。他にもですね、骨力といって骨密度、 DNA の中で骨が強いタイプになるか、また回復力もですね、活性酸素の除去能力が分かるので、疲れが残りやすいのか、早く解消できるのかということも分かっています。疲れが残りやすいタイプは整体などでですね、どうやって早くリカバリーするかということも必要になってくると思いますが、そういったことも私の専門分野なので、皆さんにご提案していくことが可能になっています。今回このフィジカル遺伝子サービス、まだこれを導入しているパーソナルトレーニングというのは日本ではほとんどないですし、実際このレポートをですね、どのように使ってですね、皆さんの悩み、今現状の状態から悩みを解決するためにどういったトレーニングが必要なのか、食事法、また生活習慣の改善、そういったことをですね、このカウンセリングツールを使って結果を出すパーソナルトレーニングをどんどん普及させていきたいと思います。今回は
フィジカル遺伝子サービス、弊社の方で新しく導入したカウンセリングツールについてお話しいたしました。それでは最後までご視聴本当にありがとうございました。